くらまねえよ。いや、めっちゃ怖いっす。待って、ちょっと無理やな、怖いな。誰かついてきてるやん。真横にもうめっちゃ人おる気するんですよ。待って、やばい、待って。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもヤカズです。ディエゴです。はい、今回も長崎ですね。はい、はい、長崎は津金落としの滝、こちらに来ております。でこちらの場所はですね、はい、観光スポットですね。はい、ですが、まあ、夜になると超心霊スポットになってしまうと。はい、まあ、昔ですね、この場所で隠れキリシタンがもう惨殺されたと。はい、隠れキリシタンの方たちがここに逃げ込んできて、あの滝の中にまあ隠れようとするみたいなんですが、そこをもう見ながら、なのでここではめちゃくちゃ心霊体験があるみたいです。足音がついてくると、そして足を引っ張られる、こういったまあ怪奇現象があると。またですね、霊感の強い方はこの世とあの世の境目と言われている場所なんですが、見えてしまうみたいです。そして引き込まれる、そう言われているスポットとなっております。では行きましょう。だらしめホラーチャンネル。風ちょっと強いな。強いですね。今僕が歩いてるところがダムの上なんですよね。はい、水が透き通って魚見えるわ。まあ、そのこの世とあの世の境目って、まあ、どこのことを言ってんか分からへんけど、はい、じゃあ、あえてちょっとライトは、はい、プロのみで、はい、こっからめっちゃ暗なんねや。センサーつけへん。センサーつかんない。つけへんのこれ。ここまで。なるほどなるほど。もうね、つけましょうか。はい、あの洞窟ここまでですね。でこの山道をずっと進んでいったら、まあ、滝があるんですよね。はい、ちょっとでもやっぱこの辺り気持ち悪いな。感じるものありますか。いや、感じるものというか、せめて怖いのか。別にまあ慣れてるやん、こういう山道。はいはい、ちょっと怖いな。でもな、これは滝が近いからなのかわかんないですけど、なんか空気冷たいですね。あ、まあ空気は冷たいな、めっちゃ。まあでも強いて言うなら寒さはその変われへんの今日。ああ、だからちょっとあれかもしれないな、寒気というか、うん、ちょっとは感じてるんですけど、その辺のなんか心霊スポットって言われてるトンネルより、はい、こっちの方がよっぽど怖い。寒気止まらんわ。ここからちょっともう滝の音で多分音声めっちゃうるさくて、はい、聞こえにくいと思うんですけど、一応まあ近くまで。え、なになに、めっちゃ人の声しましたよ。こっちから聞こえた。いやいや、こっちの方向が来ました。めっちゃ音なぁ、ちょっと今なぁ、女の人、なんか女と男を両方聞こえました。男も聞こえた。はい、女の人聞こえたな、ちょっと。めっちゃなんか聞こえるんですよ。怖いっすね。なんか
入られへんけど、はい、この辺ちょっと怖いな。二手に分かれようか。はい、うん、じゃちょっと二手に分かれたいと思います。はい、はい、ではね、二手に分かれて僕は洞窟の方に向かいたいと思います。洞窟かトンネル、なんか人の声らしきものがそう連続で聞こえたんでびっくりしますね。ちょっと不気味ですね。誰かついてきてるやん。え？誰か来てるやん。気のせい？マジ？え？気のせい？なんかついてきてるこれ。洞窟の中ね、まあ、ライトがあるから。いや僕別にね、洞窟は何もない気がします。霊感ないのわかんないですけど、うん、洞窟はいいんですよ。なんかむしろ洞窟の方が安心する。ただ、うん、森の方。森の方よ。こっちよ、問題は。ここは、なんか怖いですね、普通に。まあ、冷静では入れますよ。冷静では入れるんですけど、普通にこうやって一人ででもまあいけるんですけど、やっぱ怖いですね。ここなんかおかしい気がします。このベンチに座って内カメで固定しよう。ちょうどこの辺りでしかもね、誰かついてきてる？待ってた。いやなんか怖いぞやっぱり。え、なんかここに座るのめっちゃ嫌なんだけど。そう、全然落ち着かないですよね、ここ。でも落ち着けって言わんばかりの椅子ですよね。机と椅子。ちょっと、なんか、全然落ち着かない。ないけど。こっちやな。なんかめっちゃ。で僕の後ろに誰か映ったとかって言ったらやめてよ、本当に。こっち？ほら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 。めっちゃ怖いっすよ。いやもうその辺のトンネルとか心霊スポットに比べても全然ここ怖いです。まあまあ不安ですね。めっちゃ怖いっす。だってちょっと無理やな、怖いな。いやちょっともう雰囲気がやばくて、もうみんなもだらしめのチャンネル、まあ、ずっと見てるじゃないですか。で僕こんなただの公園みたいな山道なんか全然大したことないんすよ。やのにもうマジでめっちゃ怖いんすよ。マジでもういろんな人いてるやろなって、マジでそんな気します。
ちょっとナイトモードにしましょうか。ちょっとやばいっすね。なんかめっちゃ怖いこと言うんですけど、真横にもうめっちゃ人おる気するんですよ。もううるさすぎて音全然聞こえないんですけど、めっちゃ人おる気するんですよね。ほんまにめっちゃ怖いっす。ちょっとめっちゃ怖い。男性っすね。ちょっと待って、マジで待って。ちょっと一旦ディエゴと合流します。ちょっとヤバそうっすね。思ったより怖い。で、まずこの階段の方、この僕のもう真横ぐらいにずっと人が立ってる気がするんですよ。で、ここ今もうライトピンポイントで出すここですよ。ここが男の人が視界なく行ってくるんですよね。で、なんやなんや、めっちゃ人の声しましたよ。ねえ、いやいや、こっちの方向が聞こえた。2人かな、2人か3人ぐらいが、なんかあのこっち側見てるときに視界に入って動いてるように見えたんですよ。その声がまためっちゃ怖いんです。一旦ディエゴと合流します。もうちょっと普通に怖い、めっちゃ怖い。いや、ちょっとめちゃめちゃやばいです。階段降りて左側で絶対こっちいますよみたいなこと言うとったやん、はい、けど俺滝の方指さして、はい、俺こっちがちょっと怪しいねみたいなこと言うとったやん、はい、けど一人で待ってる時に一瞬ちょっともうめっちゃびっくりしてもたんやけど、はい、やっぱりな、階段降りて左側に男の人が動きするわ。男さん声めっちゃ聞こえんねん。ですよね。何言ってるんか全然分からへんねんけど、めっちゃ低い声で、本来やったら滝の音でさ、どないしたどないした。いやいや、めっちゃその声聞こえるんですよ今も。まずなんか後ろついてきたなみたいな、はあはあはあ、なって、いや気のせいでしょみたいな、はあ、ってなったんですよ。で、洞窟の方行って、で洞窟は別に何もなくて、うん、いややっぱ森の方が気持ち悪いなと思ってこっち戻ってきて、さっき後ろついてきてんなって感じした場所で、もうめっちゃもう人の声が連続でずっと聞こえるんですよ。ついてきてんのかな。まあ、ここの、まあ、その一節にある、まあ、この世とあの世の境目、はいはいはい、ちょうどここなんじゃないんだろう。で、今日は、まあ、ちょっと一人ちょっと10分ぐらい粘ってみようかな、はい、うん、話せるまで。一旦車戻ろうか。だらしめホラーチャンネル。はい、では先行、ヤーカルです。正直ここのね、一人タイムめっちゃ怖いです。サクッといきたいと思います。もう鳥肌止まんないですね、マジで。もう何の音、何の音、ちょっとやめよう。え、何の音。え、待って、ちょっと待って、怖い怖い怖い、何の音。え、待って、無理無理無理、怖い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 。何の音、何の音。いや、え、何の音。気持ち悪い、この音。ちょっと先輩、もうめっちゃ怖いんですけど。何ですか。ちょっともう
白鷹狼ぐらい怖いんですけど。ダムの上で、なんかほんまになんか、ピーピロピロピロピリー、ピーピロ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 ピリーみたいな、ずっとなんか、人をなんか不快にさせるような音というか、ちょっとなんかあの沈むような音というか、ファックスみたいな。ほんまにそれ、めっちゃいいめっちゃいいよ、その例え。もう行ってくるわ。もうめっちゃ怖いわ。もう鳥肌やばい。もう涙目。なんか絶対あるな、これ。めちゃくちゃ嫌やわ。これマジでね、あれあるじゃないですか。ほら無理、怖っ。ちょっと、また鳴り始めました。こいつや。今変な音鳴ってたやんか。なんかさ、ってことはもう音取れてると思うねんけど、はい、こんな音聞いたことないのが、ダム渡る手前でめっちゃ何年って。電池変えましたよ。あの役割してねんけど、トリフィールドみたいな、ね、うん、しかもあれっすよ、僕電源切ってるんですよ、ずっと。え、だから怖いねんって。電源切ってない。切ってんねんって。だって着いたら、だってあの先見てザーって言おうと、はいはいはい、絶対これなんねん、着いたら。なってないんや、だって切れてんのにピー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 言うねん。なんかあの電池抜いてる人形動き出すみたいな。あ、めっちゃ嫌やわマジで。こんな怖いのめっちゃ久しぶりなんやけど。何この怖さ。行きますわ、もう。もう今バカ怖いっすもん。よし大丈夫や、俺落ち着け。いや、津金落としの滝ちょっとやばいっすね。いや、もう半端ないんすよね、ここ。うわぁ、もうめっちゃ低い男性の声聞こえました。きっつ、マジで。今回いや半端ないっすね、マジで。これ多分伝わらないっすかね、これ。こんな山道本来僕屁でもないですから。相当ななんか強いもん感じますね、ほんまに。しかもこれもう一人二人じゃないでしょ。やばいっす、マジでやばいっす。もしかしたらこれべったりくっついてるパターンかもしれないですね。よし、滝の上まで来ました。うわ、あかん、マジで。クソイ持ってます、僕。降ります。ああ、もう誰かついてきてますね、これ。ここからちょっと音声うるさいと思います。もう足の震え止まれへん。ちょっとつけたいと思います。結構な人数感じるんですけど、もう僕の周り結構いてますよね。男性ですね、今は。うわ、こんなやつ？すぐこれ。
待って、スピリットボックスいらん。逆にうるさい。男性の低い苦しそうな声めっちゃ聞こえるんですよ。頭痛い。それ、何今の鈴の音。ラシメンホラーチャンネル。はい、では映画展開行きましょう。津軽の滝、問題はこの先です。何なんですかね、なんかめっちゃ変な空気感というか、さっき座ったベンチですね。あ、やべ、うん、めっちゃ鳥肌立ったんやけど今。え？え？待って、めっちゃ鳥肌。なんか、ちょっと、はぁ、行きましょう。今までなったことないですけど、なんか拒絶反応を起こしてますね。体が震えてます。勝手に体に力入ります。落ち着け、いけるわ。行きましょう。ほら、わー、ほら、めっちゃ声聞こえる。の方まで来ました。ほらめっちゃ男の声聞こえるよ、ね、ほら、もう無理、いけるわ。スピードボックスしましょう。よっしゃ、もう今度じゃ、こんなもん。スピリットボックスの方をやりたいと思います。ちょっと滝の音で多分だいぶうるさいと思うんですけど、もうマジでやばい。おらやったるわ。ここに誰かいますか？音うるさすぎますね。誰かいますよね。わ、名前聞こ。あなたの名前は何ですか？待って、無理、やばい。待って、やばい。待って、
男の人の声がします。男性の方です。めっちゃめっちゃなんかもうなんかめっちゃ気持ち悪い感じしたけど、やばい、仕方ない、これが心霊ですから。はあ、戻るか。何今の感覚、めっちゃ気持ち悪い感じしたんですよ今。ここで落ち着け、いけるわ、いけます、リーゴはいけます。はい、みんなもね絶対聞きたがるでしょ声とか、意地でも取ったらマジで。待って、めっちゃ頭痛いんだけど、これひょっとしてやばいパターンですか。いけるわ。いや違う、危険と見て帰るべきなんだろうけど、いや別にあれですよ、幽霊に惑わされてるわけじゃないですよ。なんか取り憑かれてここにいようとしてるわけじゃなくて、そんなんじゃなくて取りたいじゃないですか。いや、こっち大丈夫や。え、何？やっぱあっちじゃん。てかほら、気づいてなかったけど、もう境目のとこじゃん。明らかだもん。怖いもん、こっちの方が。帰ります。だらしめ、ホラーチャンネル。はい、つがね落としの滝。終わりました。とにかくこのつがね落としの滝は、とんでもなく危険です。この場所がやばいっていうよりも、もうずっと、もうその、なんか変な感覚っていうのが付きまとうんですよ。僕たち怖いとかやばいって発言が多いかもしれないです。ただそれほど本当に危ない場所やなって思ってて、はい、一つだけ僕がこの動画を通して伝えたいのが、この動画を見てもう名前出してますから来る人いると思うんですよ。ただ絶対的に何かを連れて帰る、それは覚悟の上で来てください、はい、っていうぐらい危険だと思います。以上となります。ありがとうございました。ここでよく目撃される霊っていうのが女性の霊みたいなんですよ。早速ちょっと声聞こえましたね。めっちゃ呼吸しづらいです。大丈夫かよマジで、バリコンやけど。今この場所に来ていきなりですね、背中に誰かポンって持ったような感覚がありましたね。もう背中の感覚もそうやし、なんかめっちゃ気分悪いし、皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県すべて制覇します。
します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で、現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。で、アカウント情報なんですけども、概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。